皆様、こんにちは。マックスです、まあ。今日はね、あの、一つお話ししますね。あの、よく日本でね、あの、競争の会社が同じ業界だったら、あの、協力しますね。で、例えば、今の自分の会社が損して、後でまたあの他の会社をヘルプするために、あの、これから将来にその会社もヘルプします。まあ、例えばね、 私、昔、外国人タレント事務所で、まあ、外国人テレビとか映画に出すとこなんかね、あので、どこか、問題人がいると、他の会社でも押しますよ。あの相談ありました、他の会社から来ます。アメリカ会社は違う。アメリカ会社は、あ、この人素晴らしい。絶対使ってください。それで、そのあなたの会社がクソ人使って、トラブルがあると、私、そのお客様取れる。 それは外国人の考え。今ね、日本の総理大臣、岸田さん、大きな間違いしました。あの、これからね、この話がありますよ。これ、あの、アメリカからロシアの資産を差し押さえします。でも、これ国ではなく、たえの大統領が、バイデン大統領が言ってますよ。オッケー これ、アメリカ大統領が独裁主義者じゃないんですから、彼がそう決めてもやりません。あの、国際金融機関でもさ、あの、この話はとっても反対です。結構これ違反ですよ。こういうようなことすると、国際貿易もできなくなる。あの、国、世界でドルが、あの、世界の通貨とかな,んかなくなりますよ。日本がこういうようなことすると、 あのやっぱり貿易もできなくなるよ、完璧に。やっぱり、ね、岸田総理大臣がああのこういうこともうもう日本が、日本がね、これ賛成してる、日本の岸田政権がね、岸田政権がね、あの、まあ、バイデンがなんでこういうのこと言ってるもも怒ってます、ロシア、まあ、それはもう分かりますよ。あのやっぱりクライン戦争で完璧にロシア勝ってますね、負けてる。あの中期党の方で すごく、ピューチンが人気ですよ。ピューチン大統領すごい人気ですよ。アメリカ、バイデン大統領誰も会いたくない。もう話ししない。あの、完璧、あの、アメリカの援護は中近東で失ってますよ。それね、あの、日本がそれくっついていくと、今自分がこぼれますよ。あの、アメリカ協力す,するとこなんかね、将来アメリカ返しますよ。No! 絶対しない。 アメリカ人はいつも自分の利益のために動きますよ。それを理解しないとダメですよ。正直にいうと、ほとんど世界中の国々はそうしますよ。で、まあ、ある日本人が、何人の日本人は私も会ってるとか、やっぱりアメリカが軍事的に日本を持ってるから、あの、アメリカと協力しなければない。ごめんなさい。No. それはね、あの、死ぬはですよ。嘘ですよ。あの、日本は自分でやってるんですよ、実は。 アメリカは自分の利益のために,アメリカにあの日本にあるアメリカ基地を利用して部隊を派遣する。あの私は今朝のニュースで聞きましたんですよ。あのこれからロシアの資産を差し押さえするとか日本とカナダがアメリカと協力してるんですよ。まあ、これまだね、もちろんアメリカ法律で決まってない、ただバイデンさんだけが言ってるけれど、たぶんそうならないと思うけど、他の あの機関もあるからアメリカでねあの議会もあるしとかなんかねでアメリカのビジネスとか会社が結構アメリカも困るよこういうことをするとはっきり犯罪国ぽなるんですよあの勝手にもう他の国の資産を盗むと犯罪ですよまあアメリカもねだんだんそういうな大混乱に落ちてるよ パトリアットミサイルもさ、アメリカに渡すと、アメリカどういうふうに使うと正直、うちわかりません。ウクライナに出すかもしれない。で、ロシア、それすごく怒ってるんですよ。あの、ということは、アメリカのパトリアットミサイルはさ、作れないんですよ。本当に1年間300本しか作れない。えっ、ー、と、半年前にウクライナでなんか、事件があったキエフで、ロシアの金座、極相運速のミサイルが攻撃して、あの、32発の、 パトリットミサイルで当たらなかったパトリットの方が潰された。それ1年間の1割のミサイルが2分間で使いましたよ。ペペペペペペって撃てて全然ダメでした。日本がそれヘルプするとかなんかねごめんなさい、ヘルプならないんですよ。だんだんアメリカの方ははっきりナイ内ンの方に落ちてるんですよ。 それでもあの私も聞かれたことあるよ。一応国籍はアメリカですからね。日本人は同ちのサイドのアメリカにヘルプした方がいい。いや、しない方がいい。抜いた方がいい。中立。本当に中立が一番ベストですよ。あのやっぱりね、あのコロラド州が今度の2024選挙、来年の選挙ですねあの。トランプは投票権に乗りません。彼が犯罪者だ。何の犯罪は。 アメリカについて革命をするっいうことが、全然こういうことを有罪ーーになってないんです。何回いろ起訴があったけど、トランプ,大ランプ前大統領は有罪ーーになってません。証拠がないっていうはっきり裁判で言ってました。解決。もう一つの州、メイン州もあのトランプ大も前大統領は投票権に乗りませんの決まりです。これがメイン州も決まり、2つの州が決まり。 ほの州もやらないって言ってる。すごくアメリカ国内トラブルが今増えてるから、日本がちょっと離れた方がいい。これがアメリカの問題ですよ。アメリカ人国内の問題では、アメリカ人これを解決をしなければならない。そういうことを覚えましょう。OK。で、日本は、岸田総理大臣は日本の問題を直した方がいい。 外国人にいる面倒ばっかりとか、外国人に、あの、波の日本に揺れるとかなんかね、外国にお金渡すとかなんか、それより日本人の生活など落ちてる。それを直した方がいい。これから、キシルさん、日本人を考えてください。はい。オッケー今日はここまでですよ。LIKE ボタン押して、そして、登録してくださいね。あ、それと、皆さん、ヨい,よいよとしよう。どうも。 よろしくお願いします。あ、それともいます !1 月すぐ、1月8日、8日、あの、文東京文京区の講演会します。あの、私、直接会いたいだったら、講演会に参加してください。で、必ず懇親会もしますからね。はい、ありがとう